ただきます。うんうんうん、さすがカスミン特製究極のコッペパン、おいしい。ベーコン、アボカド、チーズ、トマトにレタス、栄養バランスも取れてるわね。これぞコッペパンマスターカスミン匠の技。コッペパンの可能性は無限大なのです。カヨチンの大葉と塩昆布のおにぎりも美味しいにゃ。うん、すっごくいい香り。あれあれ、いいの？そんな地味なおにぎりでカスミンとの勝負忘れたわけではないよね。もちろん。でもかすみちゃんはきっと具沢山にするだろうなって思って、私はあえてあっさりめにしたんだ。え？かすみちゃんのことまで考えて具を選ぶなんてすごいわね。ぐぬぬ、やりますね。ん？くんくん、この香りは？できたにゃー！スペシャルラーメン、お待ちどうさま！カレー！カレーのラーメンだ！リンコも持ってきてたの？しかもラーメンって、どうやって？海ちゃんからバーナー付きのクッカーを借りてきたんだ。お湯が2分で沸かせるんだにゃ。まずは2人分完成。カリンさんとルビーちゃんからどうぞ。あら、いいの？じゃあ遠慮なくいただくわ。いただきます。あ、おいしい。ほんと、外で食べるとまた格別ね。でしょ。それにカヨチンのおにぎりを合わせると最高なんだにゃ。カレーとご飯の組み合わせは無敵にゃ。リンとカヨチンと同じ。リンちゃん、そんなのあり？タッグを組むなんて反則だよ。にはこれ、はい、どうぞ。お、これは？スペシャルラーメン第2弾。パンにはシーフード。チカさんもどうぞ。ありがとう。うん、うわー、ほんとだ。相性抜群。でしょでしょ。コッペパンにぴったりだと思ったんだ。カスミンとリンの組み合わせも最強だにゃー。